南口足利駅は、栃木県足利市伊勢町一丁目にある、東日本旅客鉄道両毛線の駅である。足利市中部の渡瀬川北岸に位置する駅で、小京都と呼ばれる足利市の代表駅である。駅舎は、昭和初期に建てられた洋風木造駅舎で、関東の駅100線に選定されている。沿線の使用駅にも同様の建築が見られたが、 高架化や強上化により改築されており、昭和初期の駅舎が現存するのは、両毛線の主要駅の中では、足利駅のみとなっている。両毛線内の休日を出かけ、パスのフリーエリアは、小山駅から東駅までである。2階部分消失前の、駅舎ホーム改札口端式ホームに面2線を持つ、列車交換可能な地上駅である。互いのホームは、古線橋で連絡している。 かつては短式、島式複合ホームに面参戦だったが、島式ホームの北側の線路と河川は撤去されている。2010年3月にエレベーターが設置されバリアフリー化が完成した。現役舎は1933年に完成した昭和初期に両毛線の主要駅に相次いで建てられた洋風木造建築の駅舎の一つである。 なお2番線路以南の古線橋と南口建物及び南北両方の改札街に設置されている公衆トイレは足利市役所が所有しており南口改札職員も足利市が雇用している直営駅であり管理駅として重い川小畑駅を管理している以前は小畑駅、富田駅間の各駅であったが佐野駅、栃木駅が 業務委託化されたことにより、両駅が管理していた駅が当駅管理となった。北口には緑の窓口が設置されていたが、2006年に廃止され、その代替として、もしもし券売機帰るくんが設置されたものの、2012年2月に営業終了し撤去された。その後、2013年10月に指定席券売機が設置された。北口には自動改札機、 南口には、追加管理に改札機が設置されている。貨物取扱い当時は0番線が、小山駅当駅間の区間運転、折り返しホームとして使用されていた。その後は1から3番線が残り、2番線を当駅折り返しとなる、区間運転の列車などが使用していたが、現在は0番線と2番線のレールが撤去されており、9、3番線が2番線に変更されている。 近隣の東部伊勢崎線足利市駅は2008年頃までは東駅より利用者数が多かったが2016年度では両駅とも利用者数は同程度の規模となっている。なお近年の推移は以下の通りである。北口に生態保存されている EF60 から123都市交配化の影響で足利市内の商業拠点は駅前から 渡瀬川南岸のコムファーストショッピングセンター周辺や袋川東岸の足子タウン足利に移っている。かつて両毛線の貨物列車牽引で活躍した e f 6 0 1 2 3が駅前広場に生態保存されている。東武バス最盛期は数多くの同社の路線が発着していた。当時は JR 足利駅の停留所を足利両毛駅。 足利市駅の停留所は、足利東部駅と称した。この名称は現在でも佐野市営バスが使用している。東部バスは、駅前ロータリーに乗り入れ、関東自動車は、栃木県道67号桐生岩船線沿いに、停留所が設けられていた。一時期運行されていた高速バス、足利渡らせ、河本駅から発着していた。ありがとうございます。